皆さんこんにちは。これから急性白血病のプログラムに移りたいと思います。私は司会をさせていただきます、キャンサーネットジャパンの小賀真美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは講師の先生、新藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。新藤先生をご紹介させていただきます。新藤先生は佐賀大学医学部附属病院血液呼吸器腫瘍内科の先生です。主に白血病の治療を臨床の現場で数多くされています。また海外への、研究ですとか、そういった形で、たくさんの研究と臨床と両方やってらっしゃる先生です。今日はわざわざ佐賀の方からお越しいただきました。キャンサーネットジャパンでは佐賀大学と、コラボレーションいたしまして、もっと知ってほしい血液がんのことという動画配信プログラムをしております。あ、すいません、ありがとうございます。はい、佐賀大学の先生方には非常に協力をしていただいております。それでは早速ですが、お時間も限られておりますので、これから30分の先生の講義を開始したいと思います。一つ皆様にお願いです。こちらの方に質問票をお持ちでない方は受付の方で配布しております。どうぞ新藤先生お伺いしたいことがございましたら、こちらの方にお書きいただいて、スタッフの方までお渡しください。それでは先生、どうぞよろしくお願いいたします。あ、小賀さん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。佐賀大学から参りました、血液呼吸器腫瘍内科の新藤武郎と申します。私に与えられたお題は急性白血病ということ で、血液腫瘍の中ではおそらく最も一番有名であろうと思われる病気です。で、その病気について私がお話しするのはかなりおこがましいんですけれども、これも何かの縁ということでよろしくお付き合いいただければと思います。で、実際、白血病の患者さんについ、向かってですね、病気のことを説明したときに、まず最初に返ってくるリアクションは、多くの場合、私って死ぬのでしょうかというリアクションは今でも結構返ってくるんですね。で、まあ確かに絶対治ると言える病気ではないんですけれども、ここ20年、30年の間に飛躍的に治療法が進歩して、生存率もどんどん向上している病気です。で、今日は、昔からの急性白血病のネクラなイメージを覆すようなお話ができればいいなということで、秋葉原を意識してですね、で、卒業というタイトルをつけさせていただきましたけれども、で、これからちょっと歴史から振り返りたいと思います。で、まず、急性白血病という病気が報告され始めたのは実はかなり昔です。で、19世紀の前半に、何人かの先生が血が白くなって死んでいく患者さんというのを報告しています。で、血液は本来赤いものですけれども、白血球が増えすぎるとそれが白く見えるんですね。で、なんでだろうということがずっと言われていたんですね。で、それから実に100年ぐらいの間、確かに白血病は本当に不治の病で、非常に何も治療ができなかった時代がありましたけれども、第二次大戦の前後に抗生物質というもので細菌をやっつけることができる。で、抗がん剤というもので、癌細胞をやっつけることができるということが発見されて、それが大きな土台になってます。で、第二次大戦後、HLA の発見、フィラデルフィア染色体の発見、免疫抑制剤の開発といった、生物学の大きなイベントを経て、1969年にシアトルのグループが骨髄移植という非常に偉大な治療法を開発しました。その後も社会的にも科学的にも歩みはとどまることなく現在に至っています。この間、多くの患者さんのみならず医者、研究者が世界中で研究を続けてきたからこそ、白血病の治療は日々進歩している。そのことをまず覚えておいていただきたいと思います。で、実際に大きなブレイクスルーであった治療についてご説明しますけれども、急性骨髄性白血病の一つである急性全骨髄急性白血病、略して APL と呼びますけれども、この病気1988年に発表された論文では、実に5年以上生きられる方がいらっしゃらなかった、そういう病気でした。けれども2013年に発表されたこの論文では、実に2つのお薬を使うことで 80% 以上の方が5年以上にわたって長期生存しているということが報告されています。で、たったの25年で効率に治癒を見込める病気に変わったということは、
まあ、この業界では非常に大きなことですけれども、これも生物学的な進歩がこの治療の進歩を支えていたと言えます。で、本題に戻って白血病についてご説明させていただきます。で、胃とか肺、肝臓といったところのがんと違って、白血病って名前は有名なんですけれども、どこで何が起こっている病気かって多分イメージしにくいと思うんですね。そこで、まず逐一説明させていただきますと、骨の中には水を含んだスポンジのような空間があって、それを骨髄と呼びます。で、胸の骨であるとか腰の骨であるとか、そういうところに骨髄と呼ばれる空間があって、そこは血を作る工場です。で、赤血球、白血球、血小板を作って、そこでできた血球は骨髄を飛び出して末梢血の中を流れるわけですね。白血病というのは骨髄の中で異常な白血球がどんどん増えるという病気です。で、それはまあ末梢血に流れることもありますけれども、基本的には骨髄の腺子、お尻の骨に針を刺して、そこの中におかしな細胞がいないかということを調べて診断をする病気です。で、胃のがんであるとか肺のがんと異なって、血液を切り取るわけにいきませんので、主に抗がん剤を使って治療を行います。で、急性白血病とは何かですけれども、で、骨髄の中で血液は一つの、たった一つの種細胞から成長します。で、造血幹細胞という一つの細胞から、だんだん成長していって、いろいろな血球に分化していくわけですけれども、で、これらの未熟な細胞を平たく言ってしまえば血液の赤ん坊と呼びますけれども、この赤ん坊が成長していくことをやめて骨髄の中で異常に増え続ける病気、それが急性白血病です。で、その細胞が増えるとどういうことになるかですけれども、骨髄の中にこれだけの細胞がいるとして、で、先ほどの赤ん坊の細胞、それを専門用語で芽球と呼びますけれども、通常この芽球は、いわゆる社会の人口ピラミッドと一緒で、そんなに多くはない。いても 2-3% しかいません。ので、それ以外の空間で正常な大人が、のびのびと生活することができるわけです。それで大人になった白血球は細菌やウイルスから体を守ってくれますし、赤血球は全身の細胞に酸素を運んでくれる。で、血小板というのは出血をした時にそれを止めてくれる。そういう役割を持っています。ところが、この赤ちゃん細胞が異常に増えて成長することをやめた場合には、骨髄のほとんどを赤ちゃん細胞で占められてしまって、大人の細胞が生き残る場所がありません。そうなると、正常な血球が少ない状態、難しい言葉で半血球現象と呼びますけれども、白血球が減ると、日和見感染症で重篤な感染症を起こす。で、赤血球が減ると、動悸、息切れ、胃、疲労感といった症状が出ます。血小板が減ると、出血をした時に出血が止まらないという症状が起こります。白血病は、血液の病気、それはすなわち全身の症状をきたすという病気です。それがイメージを持ちにくい一つの原因になっています。では、治療はどうするのかということですけれども、で、芽球、我々業界用語でブラストと呼びますけれども、で、これ要するに赤ん坊のことです。で、抗がん剤を使います。一番最初、骨髄の中で芽球細胞が9割以上を占めている。そこで抗がん剤、寛解導入療法、複数の薬を組み合わせて点滴で入れます。そうすると、芽球細胞はぐんと減るんですけれども、なかなか都合よくはいかなくて、正常な細胞も一緒に減ります。で、この正常な細胞も異常な細胞も減ってしまう時期のことを、ナディア、で英語で底という意味を表す言葉ですけれども、そういう時期があります。で、正常な血球が減るということは、先ほど申し上げた通り、白血球が減るので日和見感染症は増える。で、血球が減るので輸血をしなければいけない。あるいは白血球を増やす GCSF というお薬を使ったりする。そういう時期があります。つい30年、40年ぐらい前まで、このナディアになった時に感染症を起こして命を落とすということが非常に多かったんですけれども、最近は優れた抗菌剤であるとか GCSF、あるいは安全な輸血という
体制が整備されたためにこのナディアをなんとか乗り切って正常な血球が回復してくるまで待つことができるようになりました。治療自体は1週間から2週間続きます。で、一旦ナディアに到達してそこから回復してくるまで治療のスタートからだいたい3、4週間で、その間に回復してくれば正常細胞はの割合が増えて芽球の割合だけ減るということ、そうなれば治療は成功です。ただこの1回だけで病気が治るわけではありません。で、当初病気になった時に体の中にはだいたい10の12兆個1兆個の白血病細胞がいると言われています。ここで寛解導入療法という抗がん剤治療を組み合わせた治療を行うことでまずだいたい1000分の1ぐらいまで減らすことを目指します。で、10の9兆個1000分の1ぐらいまで減ったところでそれを寛解と呼びますけれども、いかに人間の目をもってしても白血病細胞が残っているということを確認できない状態になります。じゃあ治ったのかというとそういうことではなくて、まだ人間の目に見えないだけで細胞はいるんですね。そこで治療の手を緩めずに地固め療法という追い打ちの治療を何回か行って腫瘍細胞の量を減らしていきます。で、最終的には残った最後の1個の細胞までやっつけてしまって、これを業界用語でトータルセルキルと言いますけれども、白血病細胞を一つ残らずやっつけることで病気は治ったと言います。そこに至るまで大体病気によりますけれども1年から3年ぐらいかけるのが通常です。途中まで治療はよく効いていたんだけれども、残念ながら途中でお薬が効かなくなって白血病細胞が増えてくることがあります。これをいわゆるぶり返し再発と呼びます。で、急性白血病の種類についてご紹介します。で、白血病細胞の形であるとか特定のタンパク質を持っているかいないか、あるいは染色体であるとか遺伝子の異常のパターンで細かく診断分類されます。で、この病形診断は予後層別化して治りやすい治りにくいということを判断するだけでなく、骨髄移植を行うか行わないかといった決定にも大いに関与します。今の病形分類は非常に複雑ですので細かいことはここでは述べませんけれども、大きく分けて2つ、急性骨髄性白血病、略して AML、 急性リンパ性白血病 ALL の2種類があります。 AML の中で先ほどちらっと出てきました急性全骨髄急性白血病 APL という病気は15、17の染色体の異常というものを持っていて、 APL とそれ以外の AML とでは治療法が大きく異なります。同様に ALL においてもフィラデルフィア染色体という異常が検出される病気、これは9番と22番の染色体に異常が見られる病気ですけれども、この病気については APL と同様特効薬が存在しますので、それぞれだけ別に扱われます。実際に行われる寛解導入療法についてご説明します。で、例えば AML の寛解導入療法、ダウノルビシンとシタラビンというお薬を使う治療です。ダウノルビシンを5日間、シタラビンというお薬を7日間点滴します。で、ALL ではここに挙げたような多くの薬を組み合わせてだいたい4週間かけて点滴を繰り返します。 ALL の治療においては髄腔内、その頭の周りですね、で病気が悪さすることが多いので、点滴の抗がん剤のみならず髄中といって背中から抗がん剤を投与する、そういう治療も組み合わせて行います。副作用として骨髄抑制であるとか吐き気、脱毛、あとここに挙げたような複数の副作用が起こり得ます。20年前、30年前まではこの合併症をなかなか乗り切ることができなかったんですけれども、今はこれらをきれいに乗り切る術というものは複数存在しますので、こういった治療が可能になりました。で、ここに挙げた治療がいつも選択されるというわけではなく、それぞれの病形であるとかお年、臓器機能
に応じて最も適切な治療法が選択されます。先ほど2つ分けてお話ししましたけれども、急性前骨髄急性白血病 APL、 これは15番と17番の染色体転座陽性の病気、そしてフィラデルフィア染色体陽性の ALL という病気があるんですけれども、これらについては APL にはレチノイン酸製剤およびアヒ酸製剤、フィラデルフィア染色体陽性の ALL にはチロシンキナーゼ阻害剤という特効薬ができました。それぞれ APL においては PML と LALα という2つの遺伝子が融合してできる病気、 PH 陽性の ALL では BCR と ABL という2つの遺伝子が融合してできる病気です。レチノイン酸製剤もチロシンキナーゼ阻害剤もこの異常、要するに病気の首根っこに特異的に効くお薬ですので、非常に副作用が少なく、でも切れ味よく効いてくれる薬です。これらのお薬が登場したことによって治療成績は現在でも劇的に変わっています。で、実際の日本で行われた治療の例を示しますけれども、例えば AML の治療成績、これは2012年に報告された論文です。で、いろいろな臨床試験というものがあって、AML87 ですから87年に始められた臨床試験から201ですから2001年ですねまで、あの複数の臨床試験が走っていて、治療をするごとに徐々に治療成績が向上しているのがお分かりだと思います。7年間追跡して、で元気にされている方は 48% ということで、大体今の段階で AML で治ったかなと言える人が5割に迫る勢い。ただこれ報告されたのが2012年、実際に臨床試験が行われたのは2000年代ですので、現在はこれよりさらに成績は向上していると言えると思います。 ALL は AML に比べてやや成績が落ちるんですけれども、これもチロシンキナーゼ阻害剤の登場によって随分予後は改善していると思われます。ただし、みんながみんなやっぱりきれいに寛解に入って治るというわけではありません。実際問題、治療がうまくいかないときというのも存在します。どういうことで起こるのかなんですけれども、例えば遺伝子の異常が積み重なって、最初はお薬が効くんだけれども途中から効かなくなる、そういう白血病細胞になるということがあります。あとはやっぱりこれも昔から変わらない、白血球が減ってナディアに達したときに感染症であるとか出血といった合併症で命を落としてしまう、あるいは非常に危険なことになって次からの治療をなかなか継続できないということは実際に存在します。そしてちょっとお年のいった方ですと、各種臓器機能がもともと低下していますので、お薬をたくさん使ったときに肝臓、腎臓、心臓、あるいは肺といった臓器がちょっと調子が悪くなってしまって十分なお薬を使えなくなるということが挙げられます。あとこれは意外に大事なんですけれども、白血病の治療って結構長くにわたるんですね。1年から3年ぐらいの間で、その間患者さん本人も弱音を吐きたくなることもありますし、家族もそうです。で、もう治療を続けて何のために自分は入院しているんだろうっていう、そういう気持ちになること結構あって、でそういう時は我々も辛いんですけれども、まあみんなで支えて治療を続けようっていう気持ちになっていただく、それが非常に大事なことだと思います。ここまでは抗がん剤治療によって白血病を治すというお話をしてきましたけれども、急性白血病については造血幹細胞移植ということに触れないわけにはいかないと思って、造血幹細胞移植についてお話をさせていただきます。抗がん剤治療だけではなかなか長期寛解に至らないなと予想されるケースでは、造血幹細胞移植というものが考慮されます。で、私は一時期、シアトルにあるフレッド・ハッチンソンがん研究センターというところで仕事をしていましたけれども、そこで骨髄移植というものを作ったのはこのドン・トーマス先生なんですね。ただこのドン・トーマス先生一人が偉かったわけではなくて、 HLA を発見したフランス人のジャン・ドーセであるとか、免疫抑制剤を開発したジョゼフ・マレー先生、
で、こういった人たちの土台があって、シアトルで骨髄移植というものは成し遂げられた。で、その歴史をシアトルで学ぶ機会があって、非常に多くの人がこの発明に関わったんだなということを知りました。で、そのことはまあ、今、私が現場で治療に当たっても大きな力になっているんですけれども、そのことについてちょっと説明をさせていただきます。で、まず、造血幹細胞移植というものの理念について説明しますけれども、通常の抗がん剤を使って徐々に白血病細胞を減らす。それは先ほどお話しした通りです。なんですけれども、一部の患者さんでは十分に白血病細胞が減ってくれない、あるいは減っていても遺伝子異常によってどこかでぶり返すことが予想されるケースというのがあります。で、そういう場合に造血幹細胞移植を行います。造血幹細胞移植というのは、いわば飛び道具のような治療で、通常使う抗がん剤に比べて、倍量、3倍量、5倍量ぐらいの多くの抗がん剤を使います。そうすると、腫瘍細胞はぐんと減りますけれども、患者さんの体のダメージも強い。そこに免疫抑制剤というものを加えて、他人からの造血幹細胞を移植する。移植といっても手術室で行うわけではなくて、ただ単に輸注をする、点滴をするわけですけれども、それをすることで、腫瘍細胞が減った状態で、新しい骨髄に新しく血を作っていただく。そういうことをします。で、ある程度、減った腫瘍細胞に、新しく加わった骨髄、あるいは血の種細胞が、追い打ちをかけて徐々に腫瘍細胞を減らしていく。で、目指すところは、先ほどの抗がん剤治療と一緒。残った一つのがん細胞、白血病細胞までやっつけてしまおうということを目指します。なんですけれども、かたや他人の細胞を入れるわけですので、その他人の細胞と元々の体の細胞とが喧嘩を起こして GVHD と呼ばれる合併症を起こしたり、あるいは白血球が少ない状態に免疫抑制剤も入りますので、感染症を起こすリスクは通常の抗がん剤治療に比べて非常に効率になります。で、造血幹細胞移植というのは、腫瘍細胞と新しく入れた血の種細胞、血液の細胞とのお相撲のようなものですので、新しく入れた血の細胞が白血病細胞をやっつけてくれれば、治癒というものにたどり着きますけれども、もし白血病細胞の方が勢いが強くって、病気がまたぶり返すということ、も実際には生じますので 100% の患者さんで有効というわけではありません。で、昔は骨髄移植、骨髄移植と言っていましたけれども、今ではいろいろな種類の移植があります。で、自分から自分の血液を使って移植をする、それを自家移植と呼びます。で、他人からの移植をする場合、同種移植と呼びます。これご兄弟とかからいただく場合もあるし、非血縁、いわゆる骨髄バンクですね、あるいは再帯血バンクから移植をする場合もあります。で、移植する細胞も骨髄、これは、お尻の骨から取ってくる骨髄ですけれども、を使う場合もあれば、末梢血幹細胞採取、透析のような機械を回して血の種細胞を取る。あるいは、女性の方が赤ちゃんを産んだ時に、今までは捨てられていたような再帯血を冷凍庫に残しておいて、そこに含まれている血の種細胞を輸注するということもあります。あと、先ほどお示ししましたように、移植の前には少し多めに抗がん剤や放射線を使うんですけれども、その使い方が大量か少量かということで、骨髄破壊的もしくは骨髄非破壊的移植ということが行われます。ややこしいんですけれども、例えば同種末梢血幹細胞移植、前処置は骨髄破壊的あるいは骨髄非破壊的といった呼び方をされます。これは病気の種類や年齢、臓器機能に応じて適切な移植が選択されます。で、移植を行うときに大きな障壁の一つになるのが HLA、 人白血球抗原ですけれども、これはそれぞれの人が持っている、各個人が持っているマークのようなものです。お父さんも持っている、お母さんも持っている、それぞれが子供さんに
遺伝されていきますけれども、ドン・トーマスが見つけたことの一つはですね、この HLA の組み合わせが同じでなければ移植したときにうまくいかないよということです。で、例えば A 座、B 座、C 座、DR 座と4座があるんですけれども、その A 座について30から100種類で、 B 座について30から100種類、 C 座についても DR 座についても一緒ということで、非常にこの HLA には多くのバリエーションがあります。それを合わせるということは全くの他人だと非常に難しい、数万分の1ぐらいの確率なので、骨髄バンクというものが存在するわけですけれども、まあ幸いなことに兄弟間で合致する確率がだいたい4分の1で、日本の場合親子間で合致する確率がだいたい10分の1と言われています。で、移植のドナーを探すにあたってこのような縛りがあるので、移植医療の適用というのはなかなか限定があったんですけど、最近はこの縛りが破られようとしています。で、移植によって病気を治すってどういうことなのか、先ほど申し上げたように移植というのは移植した細胞と白血病細胞の戦いみたいなものです。うまく移植細胞が白血病細胞をやっつけてくれたら、それを GVL 移植変態白血病効果と呼びますけれども、病気を治すことができる。でもなかなかそう都合よくはできていなくって、移植した細胞が残っている体の細胞をもやっつけてしまう、これを移植変態宿主病 GVHD と呼びます。で、重篤な皮疹が出たり、肝臓が傷んだり、下痢を起こしたり、あるいは肺障害を起こしたり。で、現在進められている研究はこの GVL というものだけを選択的に強く起こして、でも GVHD という病気を起きないようにすると。それが世界中の血液内科医の願いです。で、ここまでいろいろな治療について述べてきましたけれども、実際に治療成績をさらに良くしようということで、いくつかの試みが今進められています。で、先ほど簡単に述べましたように、分子標的治療薬を代表されるように新しい治療薬が続々開発されています。で、そのためには病気の原因、病院の根っこって何だろうということが世界中で報告されています。で、それに向けて新しい治療薬を開発しようという、そういう試みは全世界に存在します。そして、年齢への挑戦と書きましたけれども、私が医者になった20年前、骨髄移植の年齢のリミットって45歳までだったんですね。ということは、ほとんどの患者さんは実際で移植を受けられなかった。ところが今もう移植の可能年齢って70歳に迫ろうか、場合によっては70歳を超えても移植を受けられる方がいらっしゃいます。それは支持療法が進歩した、抗菌剤ができた、輸血ができた、 GCSF 制度ができた、もういろんなことがあるんですけれども、そのうち治療を行う上で年齢の上限で取っ払われるかもしれない、そんなことを言われる方もいらっしゃいます。そして先ほど申し上げた大きな治療の障壁である HLA で、 HLA の合うドナーがいないよっていう方では移植受けられないのかということになるんですけれども、最近は HLA が異なっている移植、HLA が異なっているドナーからも移植ができますよと、そういう治療法が続々とできています。そして1枚前のスライドでお示ししましたけれども、白血病細胞をやっつける、そういう免疫の力だけを増幅できないかという試みがまた世界中で行われています。これは、自治医科大学血液内科の大峰健先生からいただいたスライドですけれども、CAR-T 療法で、難しい言葉で遺伝子改変 T 細胞を用いた陽子免疫遺伝子療法というのがありますけれども、自分の細胞、自分から T 細胞、免疫の担当細胞を取ってきて、そこに特定の遺伝子を導入して病気の細胞をやっつける細胞にするわけです。で、それをもう一回点滴で戻すことによって、これらの細胞が病気の細胞をやっつけてくれるという治療法です。アメリカでも華々しく報道されたので、
ご存知の方も多いと思いますけれども、近々日本でも白血病に対して臨床試験が始まると聞いてます。長くなりましたけれども、先ほどちらっと申しましたけれども、白血病と長く付き合っていくにあたって大切なこと、私が普段病棟で見ていてよく思うことですけれども、本人さん途中で弱気になることもあります。泣きたくなることもあります。で、それは家族も一緒です。で、医療者だって弱気になることもあるんですね。で、そういうの、やっぱり他のがんと違って闘病期間が長期にわたるので非常に特殊だと思うんです。しかも患者さん若いことも結構あります。これからの人生のことを悩むことも多い。そういうことで、それぞれが弱気になった時にお互いがお互いを支えられる、そういう環境を作ることが非常に大事だな。途中で家族のサポートがなくなってしまうと、本人さん自暴自棄になってしまう、そういうケースもよく目にします。で、家族も大変ですので、そういう方を支えられるような地域の人がいるといいなと思います。ので、まあみんなで力を合わせてやれば、この 1+1+1+1 が5にも10にもなりますので、その辺を理解してサポート体制を作っていただければなと思います。で、これおしまいのスライドですけれども、で、これ私がフロリダのマイアミ大学に留学していた時に撮られた写真で、キャリアデイといって子供たちをがんセンターに招待して、で、がんとは何かということを教える日だったんですね。で、ここで書かれてある、リサーチ・キュアーズ・キャンサー。研究をすることでがんが治るんだよということを子供たちに教えてます。で、最初から申し上げてきたように、たった30年、50年前には絶対に治らないと言われてた病気が今治る時代に入りつつあるのはやっぱり基礎的な研究のおかげなんですね。で、今私も佐賀大学でそういう研究を一生懸命させてもらっていますけれども、まあ私の代でできなかったとしてもやっぱこの人たちが、そのまた子どもたちの世代がいつか大きな大発見をして白血病って治るんじゃないかと、そう夢見てます。長くお付き合いいただいてありがとうございました。以上です。進藤先生、どうもありがとうございました。先生はご存知だと思うんですが、実は私は弟が急性リンパ性白血病で、13年前に発病したことがあります。で、ドナーさんがやっぱり見つからなくて、で、どんどん病状は進行していって、で、結局ミスマッチの私、兄弟、姉と私の弟が患者なんですけど、ミスマッチの移植を臨床試験でしたことがあります。今日は本当に興味深く先生のお話を伺わせていただきました。はい、きっとこちらの中にも患者さんやご家族がいらっしゃるんじゃないかなと思います。ドナーになることもいろいろと大変ですし、今後ろで眼鏡をかけていらっしゃる方はコーディネーターさん、バンクのコーディネーターさんをされていたり、いろいろと血液がんの周りにもサポーターはたくさんいると思うんですが、たくさんもっともっと整備されるといいなというふうには思っています。それでは最初の質問が参りました。最近新しい薬が出たと聞きましたが、先生の評価とメリット、デメリットを教えてください。これはスプリセルのことだということです。薬だけで治る人は何パーセントぐらいいるのでしょうか。治療の第一選択は標的治療ですかというご質問です。非常に突っ込んだ質問、ありがとうございます。これだから急性リンパ性白血病のことですかね。で、スプリセルが発売されてまだ多分5年と経ってないぐらいじゃないかと思うんですね。なので長期的な予後っていうのはまだわからないというのが正直なところだと思います。で、スプリセル今まで使われてきたそのグリベックに比べれば100倍1000倍その抗腫瘍作用は強いんだけれども、それが本当に長期的にさっき申し上げたように最後の1個まで白血病細胞をやっつけられるのかということは分かってません。確かに治る方もいるのかもしれないけれども治らない方もいるだろう。で、それがどういうふうに分けられているのかということはちょっと今は分からないということだと思います。今全世界中でその辺臨床試験が行われているところです。ちょっとお答えになってないですけど、もし詳しくお聞きになりたければ4時からの木村先生のセッションでそのお答えは言われるんじゃないかと思いますけれども、はい、はい、他にご質問はないでしょうか。あ
ありませんか。先生、新しいお薬が次々出てきていて、いろんな臨床試験が始まっていて、私も臨床試験に参加したことがある身ではあるんですが、実は当時っていうのは臨床試験が何だか全然臨床試験とかっていうものが分からなくて、ただ受けられる医療があるということで私はそれに参加したという経験があるんですけど、その臨床試験がどういうものがあるのかとか、例えばじゃあ自分がそれが果たして自分が受けられたりするんだろうかっていうようなものを知りたいと思ったときに、患者さんはどんなふうにして調べることができるんでしょうか。今はやっぱり一番簡便なのはインターネットだと思いますね。で、臨床試験についてはUMIN で検索していただければ、今世界のどこでどういう臨床試験が走ってますよというウェブサイトがあります。で、そこで見てもらってどこそこ大学でこういうものをやっている、で、その適用患者がに自分が含まれるかどうかっていうのはなかなかわからないと思いますので、まずは問い合わせてみることだと思います。そして今日会を主催していただいたキャンサーネットジャパンのようなところはそういう情報を豊富に持っていますので、そういうところに窓口ってありますかね。臨床試験についてはなかなか臨床試験がどういうものかっていうのをお伝えすることがあっても、はい、こういう臨床試験があるよっていうのをなかなか情報が、伝えにくいところもありますね。だからウェブサイトを見るということは一つですし、あと主治医の先生に聞いてみるというのも非常に大切なことで、主治医はやっぱりそれについて調べる責任があると思います。はい、それから先ほど先生感染症というのにやっぱり気をつけた方がいいというふうにお話がありました。で、私も家族の身として、例えば退院してくるときに、うちでこう病院はなんか安全な場所な気がするんですけど、お家に戻ってくるときにどんなことに家族は気をつけて、その退院してくる患者を受け入れたらいいんだろうっていう悩んだ経験があるんですが、もしよかったら教えていただけませんか。はい、それは我々も常に悩むことで、ご存知の方も多いと思いますけど、病院にいれば病院にいたでもらってしまう菌ウイルスっていうのもあるんですね。なので病院にいれば全て安全ということではないです。で、とにかくお家に帰った時、まあ皆さん分かってらっしゃると思いますけれども、規則正しい生活をする、きちんとお薬を飲む、で、まあ羽目を外さないということが大事だと思います。で、お家に帰るときに我々がよく言うのはですね、やっぱりお家に帰ったときの方が動くことが増える、それによって落ちていた筋力が戻ったりとか活動性が戻ったり、精神的にもだいぶリラックスした状況で、なので結構しんどい状態でお家に帰られた方が再入院のとき随分元気になって帰ってこられることもあるので、確かに不安はたくさんあろうと思いますけれども、できる限りお家で過ごせる時間を過ごしていただきたいなと我々は思っています。食事についてはどうでしょうか。で、食事についてはですね、アメリカのガイドラインっていうのがあって、で、まあ、抗がん剤を使った後こういう時期はこういう食べ物は避けましょうということはいろいろ書かれてます。で、我々は漠然と生物は避けましょう、で、生肉食べる人ってめったにいないと思いますけれども、そのお寿司とかですね、で、野菜とかについて言ってますけれども、まあ、どれが危険でどれが危険じゃないかっていうことを明確になかなかお返事することはできない。とにかく言えることはやっぱり手洗い、うがい、そういう本当に基本的なことを徹底するのが大事だろうなと私は思ってます。細かいことについてはまた個別にこれはどうなんだろうっていうのは主治医の先生方とご相談していただければと思います。はい、それから今がんの患者さんっていうのはセカンドオピニオンを受けたらいいというふうなことをよく耳にします。ほとんどの方が今セカンドオピニオンという言葉を知るようになったと思いますが、例えば固形がんだと治療するまでに割と時間が猶予があって、まあ、いろんな先生の話や調べる時間があると思いますが、急性の病気というのは多分時間がないですよね。患者さんがこう診断されて、その場合セカンドオピニオンというのは例えばもらう時期とか、まあ、気をつけてこういうことに気をつけてセカンドオピニオンをもらったらいいよというようなアドバイスはありますか。おそらくですね、一番最初その急性白血病の場合は緊急で入院して緊急で治療を始めますけれども、そういう場合にどこの病院に行っても
選択される治療ってそんなには違わないと思います。ただセカンドオピニオンが白血病の治療で重要になってくるのは、地固め治療であるとか、移植をした方が良いのかしない方が良いのかとか、そういったことですよね。なので最初の治療が始まってちょっと落ち着いた段階で、最初もパニックになってしまうことが多いので、ある程度病気を受け入れて冷静に考えられるようになったときに、セカンドオピニオンを申し出ていただければ、それが一番スムーズかなと思います。で、もちろん、寛解導入療法をやっている最中に、ご家族だけセカンドオピニオン受診っていうのも、十分ありだと思いますけれども、理想的にやっぱりご本人さんが、ある程度精神的にも体力的にも余裕のある時に受けられるのがいいと思います。で、セカンドオピニオンを申し出て、主治医が気を悪くするというのは、基本的にないはずなので、それは積極的に申し出ていただければと思います。はい、先生、先ほどそれから移植の話がありましたが、よく移植を受けた患者さん、フル移植を受けた患者さんは、日に当たってはいけないというような話も聞きますが、まあ、フル移植を受けた、まあ、フル移植じゃなくても移植を受けた患者さんが、その後の生活で何か注意したらいいことはありますでしょうか。まあ、ニコ過敏症っていうのは確かに大きな問題で、それで苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、どういう方がそうなってどうならないのかっていうのは今でも分かってません。で、まあ、GVHD を制御するというのは我々の究極的な目標なんですけれども、まだ十分できてないというのが大事です。で、まあ、気をつけていただきたいことはやっぱり薬をきちんと飲むことと、あと、何かおかしいなって思うことがあったら、早めに主治医の先生に連絡を取る。でも金曜日だったら、来週の水曜日の外来まで待とうじゃなくて、とりあえず主治医に連絡をしていただく。ね、主治医は、まあ、忙しいなと思うこともあるかもしれませんけれども、早めに連絡いただいた方がやっぱり助かるんですよね。で、いや、昨日もお手伝いが出てくる直前に、ある一人の患者さんが電話を受けて、で、それで、外来の手配をして、で、夕方までの間に、きちんと処方がなされて、週末、ちょっと落ち着いて過ごせるなっていう方がいらっしゃったんです。で、移植後はやっぱり慢性の合併症と付き合う方って多いので、良くなったり悪くなったりはありますけれども、やっぱり早めに主治医に連絡を取るということは一番大切だろうと思ってます。はい、ありがとうございます。ご質問はないですか？大丈夫ですか？はい、それでは、今日は新藤先生、佐賀から新藤武郎先生、佐賀からお越しいただきました。